アルコールとカルボン酸ですね。でここに導入酸を入れるんですけど、先にあの沸騰石を一応あの先にですね入れておいて、エステルの場合ですね、その材料の組み合わせによってはエステルの場合反応物の組み合わせによってはうんと早くこう温度が上がっちゃうこともあるので、先に沸騰石を入れました。始まっちゃいましたね。はい、加熱をするのですが、すでにもうあの沸騰石の方からこう泡がブクブク出てる状態になってますけども、今あの管流管をですね、大体60から70センチぐらいなんですけど、管流管をつけました。これはあの反応物の濃度を一定に保つのと、まあ、あとは引火しないようにですね、あの安全対策という意味でも、有機化学反応ではですね、よく使われるものです。でしばらくあの観察していくことにします。溶が70度を超えて、この通り反応物が行ったり来たりしますね。これが本当に上の方まで来るとちょっと危ないので、ちょっと温度をこうコントロールすることが必要になります。だいぶ試験管の方で活発にですね泡が出てるんですけど、今管流管の方がですねこのぐらいまで上がってきてるんですけど、あんまり温度上げすぎないですね。低めに、安全のために低めにした方がいいかなと思います。だいぶ管流管の方にですね活発にこういっちゃってるんですけど、ここまで上がってくるとちょっと危ないので温度を下げた方がいいと思います。まあ70度ぐらいでも十分こう反応が、60度から70度ぐらいで十分に反応進んできますので、まあ、安全のためにあまり温度を上げずにですね、あと長めの管流管を使うといいでしょう。ちょっとこれ上がりすぎですね。もう20センチぐらいしか余裕がないので危ないですね。しばらくこれで見ることにします。炭酸水素ナトリウムを見てます。未反応のカルボン酸と、それからあと加えた硫酸の値はですね、で本来使った量がちょっと多いので、本来ちょっと移して別の溶液に移して治療させるとより安全なんですけども、撮影の関係このまま直接炭酸水素ナトリウム、このまま炭酸水素ナトリウム添加してます。 CO2 が弱酸の有利でですね、 CO2 の発泡が見られるということですね。それでナトリウム塩になった成分はですね、水の層、水素の方に移動していくので、
エステルと思われる油分とその他の、まあ、電解質の溶けている水素にこう2層に分かれていくと。炭酸水素ナトリウムを過剰に入れたので、余分なものは下にこう溜まってるんですけども、これはこれでね、問題がなくて、水素とこの油層の方、油の層がですね、2つに分かれるのが分かる、観察できれば良いということになります。だいぶ落ち着きました、下の層が水素ですね。で上の方がエステルの流層の部分ですね。でここで極性の分子結晶である要素の粒をですね、直接何粒か入れます。そうすると要素自体はですね、水の方は溶けないので軽くでやると軽くやるとちょっと要素下に沈んじゃったんですけど、それも極性ですから、この油の方にこう溶けてそこの部分が着色して見えるということになりますね。水の方にはこう溶けませんので、まあ、2層に分かれてくると。時間を置くとね、もうちょっと時間を置くとその方に要素が溶けてこちらの方ですね、褐色になっていくのがはっきり分かるんですけども、水に溶けやすい成分と、まあ、そうでない、油、まあ、油性のものができたということが分かるという、そういう実験になりますね。